こんにちは。まあ、こういったね、無料コンテンツをたくさん出す中で反応のいいものとかビジネスにつながりそうなものを深掘りしていくっていうことでいろんなプロジェクトを立てていったんですけども、まあね、去年は FX の基礎講座っていうのがヒットしましたけども、その他のプロジェクトっていうのは、まあ言ってみればスカだったかなと思いますよね。大きくは当たらなかったというところでございます。要するに私たちは100発100中じゃない、それどころか100個打って当たるのが1個か、まあ0かみたいな感じですよね。だからこそ手数を増やしていかないといけないですし、10回やって10回失敗してもああダメなんだじゃなくて、ほいほい次々っていうふうに、まあ、いかないといけない。タフさが必要ですよね、フットワークの、あと柔軟さとかね。だから凡事徹底って言いますけども、本当に工夫せずに何も考えずにやっていっても全く反応は悪い、要するに反応の悪いものを繰り返しちゃうってことになるんですよね。だからいろんな切り口からアプローチしていかなければ、まあ、結果が出ないってことなのかなと思いますよね。まあ、今年もね、もうさまざまなプロジェクトが動き始めて、結構いい感じで、反応いただいてるんです。でメンバーシップも今日ね、さっきねライブ放送したんですけども、でもいい感じだなと思うんで、やっぱり数百円っていうメンバーシップは始めてみようかなと思うんですよ。で、ちょっとね高額なやつも入れていこうかなってことですけども、とりあえずメンバーシップ何百円かでスタートしてみようかなってことですね。じゃ あ今年もね、いろんな挑戦していきましょう。一緒にいろいろトライしていきましょう。いってらっしゃい。